岐阜県瑞浪市大久手町。この町は愛知県にほど近く、リニアのトンネル掘削工事が進められています。山あいののどかな町にある異変が。失礼します。これがいい。あ、これがですか。うん、ちょっと見える。今水面は見えんね。その騒ぎっていうか、枯れるような話を聞いたもんですから。覗き込んでいるのは井戸水の量を確認できる穴。このお宅では食事や洗濯などに井戸水を使っていましたが、先月下旬ごろ枯れてしまったといいます。同様の事態がこの地域で相次いでいます。 JR 東海によりますと、リニア中央新幹線のトンネル掘削工事を行っている岐阜県瑞浪市で、共同水源と個人用の井戸、ため池の合わせて14箇所で水位の低下を確認したということです。一部は枯渇して使用できなくなっています。こちらのため池は一度干上がったせいで底がひび割れてしまっています。数日前に雨が降り、現在は水が溜まっていますが、その前は干上がっていたというため池。さらに、もともとここも天皇様の井戸も枯れたことがないと今まで。この地域で70年以上暮らす加藤さんは危機感を募らせます。あと一番心配したのは農業へね、米が作れるか作れんかという心配をしていかなきゃなと思うんやけど、我々としては何もできることないんで、 JR さんがしっかりやっていただくしかないかな。 JR 東海はトンネル掘削工事が影響した可能性があるとみて、今月13日に住民説明会を開き、代わりの水源の確保や井戸水を上水道に切り替えるなどの対応を進めています。掘削工事は状況を見ながら慎重に続けるということです。リニアに関わる水の問題は、静岡県でも大井川の水量に影響が出ないか懸念され続けてきました。工事をめぐっては JR 東海が今月20日に再開を予定している山梨から静岡をまたぐボーリング調査について、先日県の専門部会が容認したばかりでした。今回の問題が今後の県の判断に影響を与えるのでしょうか。 JR 東海の丹羽社長は今日の会見で、岐阜で起きた水位の低下とその対応を説明しました。トンネル掘削工事との関係につきましては、引き続き専門家にご相談をしながら調査してまいりますけれども、周辺でですね、この本工事以外に地下水に影響するような工事が行われておりませんことから、本工事による影響の可能性が高いと考えているところでございます。代替となる水源といたしまして、新しい井戸、これを数日以内に掘り始める予定でございます。さらに大久手町内には約3年前から観測用の井戸を3箇所設置しておりましたけれども、それに加えて大久手町内の水田地帯における地下水位を確認するための観測用の井戸を新たに設置する工事を始めたところでございます。一方で、今回の事象は静岡工区の状況とは全く異なると話しました。今回はこの中央新幹線工事、トンネルの路線の近くで、近傍ですね、で起こった事象でございます。南アルプストンネル静岡工区について申し上げますと、これは実際にその大井川の中下流域に与える影響ということですが、これは実際にそのトンネルから河川延長で申しますと約100キロ離れた大井川の中下流域に与える影響について、いろいろとその対策について議論しているわけですね。ですから今回の件は、これはケースが異なるというふうに考えております。その上で丹羽社長は、静岡工区については国の有識者会議がまとめた報告書を踏まえて、しっかりと対策を講じていくと話しました。